サムライ塾のことです、今日はですね、今久慈浜海岸に来ました。今日は夕暮れ時になってますね。はい、今日からですね、4連講義ということで、今日は夜、中国向けのですね、簿記3級セミナー、やっていきます、ね。明日は茨城キリスト教大学課外講座が午前中あって、まあ、その後2級ですね、があります。で、あさっては、2級講座ですね。で、その次、3級中国向けの講座、ということでね、これは夜ですけど、4連講義になっておりますね。で、11月のね、検定試験向けてね、非常にこれから、時間がね、ますますなくなってく時期なんですけどね、それに、プラス、ね、して、今日ね、実はもう一つね、ちょっと本の、書くね、企画がね、急遽、入ってきたもんですからね、またますますね、拍車をかけてね、時間がね、なくなってきたということなんですけどね、でもその中でもね、この海に来てね、心を整えると、ね、いうことをね、もうとにかく忘れずに、ね、つまり自分との対話ですね、それを忘れずにね、やっていくっていうことがね、とてもとても大事になってきますんでね、今年はね、もうずっと基本的に本書いてるんですけどね、本っていうのはね、締め切りがあってね、その締め切りに向けてね、もう途中の何の予定があってもね、全く関係なくね、締め切りに向けて、脱稿していくと、ね、いうことが基本ですからね、なかなかね、自分の、思うスケジュール通りにね、行くとは限りませんけどね、特に今日みたいなね、ちょっと急遽なやつがね、入ってきますとね、もうスケジューリングをね、もう組み替えたりね、いろんなことをしながらね、仕事に、本業にね、差し支えない程度にね、組み替えながらね、やっていくんですけどね、でもその中でもね、あたふたあたふたしてね、やってしまうのとね、時間を取ってね、海に来て、心を整えるかどうかね、それはもう偉いさなんですね、この海に来て心を整えるってことをね、これ僕は習慣化してるからね、ほぼ毎日やってますけど、これ仮にやってなかったらね、もう忙しさでね、もうパンクしてますね、完璧にね、というところでね、僕はもうとにかくね、どんなに忙しくてもね、まず心を整えてからね、メンタルトレーニング的に言うとフローにするってことですけどね、心をフローにしてからね、ノーフローじゃなくてね、いい気分にしてね、落ち着かしてからね、仕事に取り掛かると、ね、いうことも徹底してやってますんでね、そうすると結果的にパフォーマンスも上がって、ね、いい仕事もできると、ね、いうことですからね、とにかく時間の許す限り、自分との対話、ね、この時間をね、持つようにしてますね。はい。中国でね、今日は7時からですけどね、夜のね、中国向けの簿記セミナーをね、皮切りに4連講義、ね、これをしっかりとやりきっていきたいというふうに思います。はい、では以上です。